八戸市美術館は青森県八戸市にある私立美術館。八戸市美術館は1986年に開館した美術館で八戸市の中心市街地の番長の旧八戸税務所ビルを使用している。青森県内で初めて博物館法に基づいた美術館として設立された。設立の経緯は八戸市出身の実業家。 今淵翔太郎が生涯にわたって収集した書画骨董などのコレクションを八の部市に寄贈したことである。寄贈されたものの多くは八の藩に関わる資料が含まれている。他にも江戸時代の絵師橋本ゆき、薫の山水の図、新潮時代の作、夕浦紅花瓶など美術史上貴重な作品321点が寄贈された。また、 渡辺定一の洋画、樋口武彦、豊島宏、直、佐々木安奈美などの絵画や書が、平成30年度時点で2808点、収蔵されていた。しかし、収蔵庫が不足したため、2016年から新美術館の整備に取り掛かり、2017年4月に一旦閉館した。八戸市美術館は2021年11月3日に再開館した。 新美術館は総工費約32億円で、鉄骨3階、延べ床面積約4590平方メートルとなっている。多様なレイアウトが可能な約835平方メートルのジャイアントルームが設置された。ありがとうございます。